11月13日、1日の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて459円36銭安い 21,810 円52銭で終えています。450円という大幅な下げ幅ではありますが、前場で800円近い下げがあったことを鑑みると、5番なんとか下げ渋ったといった格好になります。結局終わり値では450円安となっています。トピックス、昨日に比べて 33.5 ポイント安の 1638.45 であります。とはいえ、指数が示しますように、東証一部ほぼ全面安でありました。全体の 87% にあたる1846銘柄が下落しました。上昇したのは全体のわずか1割、230銘柄にとどまっています。東証一部日経平均459円安。対して新興市場は下げ渋ったような格好であります。マイナスではありますけども、マザーズ指数が7ポイントパーセンテージにすると 0.7% 安の958ポイント、そして日経ジャスダック平均も17円、パーセンテージにすると 0.4% 安の3588円ということで、日経平均の下落率 2% に比べますと、新興市場はややダメージが少なかったというのが今日の動きです。日経平均冷やしチャートです。このところ、下向きではありますけども、このグリーンの25日線に絡む動きを続けてきましたが、今日は25日線からギャップを開けて売られたと、ギャップダウンのチャートになっています。ただ冷やしでご覧いただきましても分かりますように、下髭ですね、長い下髭を引いた陰線となっています。つまりこの下髭の部分からはスルスルと下げ幅を縮小したというのが日経平均の動きです。一時800円近い下落幅という時間がありましたが、終値では450円安となりました。日経平均を5分足チャートでご覧いただきましょう。こちらですね、結局今日の安値というのも朝方、そして今日の高値というのはこちらですね、引け間際に今日の高値をつけています。朝方の売り物が一巡した後、5番は戻りを試すような動きと、全体的にはこのようなところですね。今日の安値というのがだいたい9時半あたり、そして高値この瞬間寄り付き直後でありますが、ここから崩れ始めたと。レンジ間としては今日の高値と安値の間で5番は推移しています。緩やかな戻り歩調に入って今日の取引を終えました。昨日のアメリカ市場が大きく崩れています。原油価格が史上最長となる11日続落ということで、1バレルが60ドルを割ってきました。それを受けてアメリカ資源株中心に売られています。そしてそのアメリカ株安を受けて今日の東京市場も崩れました。そしてアメリカ株が崩れたもう一つの要因、アップル安であります。アップル関連銘柄、例えば東京市場で6981村田製作所なども今日は弱い動きとなっています。直近のレンジから窓を開けて売られています。とはいえこのチャートでは朝方売り込まれた後は戻りを試す動き、一時25日線に乗せる場面もありました。終値としては昨日よりも 4.7% 近い下落で1万7000円ちょうどで終えています。アップルですね、アップルにレーザーセンサーを供給しているルメンタムという会社が昨日業績予想の下方修正を行いました。それを受けてアップル株が下落、東京市場のアップル関連株 TDK ですとか村田製作所、アルプス電機といったところも今日は値を消しました。一方原油絡みの銘柄であります。例えば6366千代県であります。原油は WTI が今日で11日続落と史上最長といわれる続落を演じていますが、千代県業績予想の下方修正で売り込まれていたこの銘柄、足元を売られすぎ感もあったんでしょうか。原油安にもかかわらず今日はなんとなく下げ渋ったと、なんとか下げ止まったといった格好であります。今日はわずかではありますけども2円高341円となっています。ただチャート形状ではこのように一昨日昨日の下げを打ち消すような大陽線がボトム圏で出ると反転のサインですが、わずかに2円高でありまして、なんとか下げ止まっているというところであります。今日の東京市場はアメリカ株の昨日の大幅安、そして今日ですね夕方のヨーロッパ時間でイタリアが予算案の改定案を
EU に出す期限でありますけども、まあ、こうした欧州情勢を控えて様子見ムードも漂い、日経平均は450円と大幅な値下げとなりました。以上、大引けの模様、東証アローズからお伝えしました。